はい、岡です。今回、Steam のゲームキングダムス&チャッスルをやっていきたいと思います。もう一回ねお試しプレイしたんですけども、ノーマルモードで普通にクリアできたんで、ハードモードに挑戦したいと思います。スタンダードモードですね。3つの難易度モードとランダムマップから選択します。小さな集落から無秩序に広がる都市、そして城まであなたの王国を育ててください。城にすればクリアってことですね。脅威なし、敵が出ないやつと簡単ノーマルね、敵が出る、ハード、過酷な土地だが賢明な統治者のみが成功できる。たくさんの侵略者とドラゴンが出現する。幸福度はあまりにも長い間低くなりすぎた場合は失われる可能性がある。結構ハードな条件となっています。こちらプレイしていきましょう。マップが選べますね。あ、どうしようかな、ランダムにしようかな。そしたら完全にランダム、サイズは大でいいとして、種類はランダム、これでやっていきましょう。離島もあり、本島は結構でかいと。移動とか回転ズームなんかもできたりします。こんな感じですね。よし、じゃあ始めていきましょう。国旗、まず国名は岡か追う国と、で国旗は青だね。やっぱ正義の味方、青、いや赤か、いや青だな。よし、これでやっていきましょう。ゲームスピードは他のシムによくあるようにストップ、通常、早送り、最大早送りがありますね。で好きな位置にまず拠点を置くことができるんですが、離島に置いた場合ね、離島から別の島に全勝地を置いてそこに、足を伸ばしていくのが非常に困難なので、まずは大きいところを占有していきましょう。大は小を兼ねるでね、陣地ゲームではまず大きく陣地を取ることが重要だと言えますね。まずやるべきことは、天守となる、一番、メッカ、ここを守らなきゃいけない中心地となる天守閣を置きます。どこら辺がいいかな。資源も近いところ、資源というとこの森の木ね、木と石、それから鉄があるんですが、ランダム生成した場合鉄が、ここにしかないか、ちょっと遠いですね。攻めてもということで石がいっぱい取れる、さらに木もある、この辺に置きましょう。ちなみに黄色が不毛の土地で作物が育たずに、黄緑、緑が、豊富に作物が育つところです。その中心地点ぐらいに置きましょう。おめでとう、おかく王国は大きくなった。まずは静かなる集落っていうランクですね。ここから王国にしていきましょう。では通常モードが進んでいるとはいえ敵が攻めてくるので急いでいかないといけません。まずは人を呼び込むために、5人はね王国に初めからいるんだけども、人を呼び込むために家とかを建てていきます。そのためにまず道を引きます。広大な土地にめがけて道を、まずは資源のある方向に向かって作っていくのがセオリーですね。でこうやってやっていくと人が出てきて作ってくれますと。ですぐに人が入ってこれるように家を置いていくわけですけども、まず初めからいる人たちの住む場所も当然ながら必要なので作っていきます。どうしようかな、普通の家でいいかな。まずはこんな感じで作ると、仕事の優先度によっては、今建築が1位第1位の優先になってますけど、物を作る命令をすると第1位にある場合は他の作業を止めて建築士に来てくれます。この2番目になってるのは備蓄庫の労働者ってなってますけど、多分この天守にある備蓄庫なんでしょうね。で備蓄庫っていうのがこの右下左下にあるこの0とか1とか書いてあるけども、
今備蓄庫が1個あって備蓄できる数が50個、そのうちの食料が32個ありますっていうこの表示ですね。あとはお金とか石とか木とか炭とか鉄とか何やらかんやらがありますと。2人民衆が来ましたけど住み着いてくれませんでしたね。ここで住み着いてくれると国民がどんどん増えていきます。まず今ねベッドが5つしかないんで人が入りようがありません。なので家を作っていくことが必要になってきます。そのためには木をどんどん切っていく必要がありますね。こうやって指定して伐採していくわけですね。はい、こんな感じです。で徐々に食料がなくなってきますので食料タブからこの辺を作っていくわけですね。はい、木が3つかかるんですがこの3つを消費して、作物を作る命令を出すんですがちょっと考えがありましてここら辺をカットして開いていきます。備蓄庫がこの天守にあるのでここで切った木はこの遠い道のりを歩いて備蓄庫に、備蓄しに行きます。なので遠ければ遠いほど時間がかかっちゃうっていうことですね。効率を求めるんだったらもっと近くに作った方がいいでしょう。ちょっと早送りしましょうか。はい、こんな感じですね。そしたら、食料を作る命令を出します。この9マスを囲って作ろうと思います。あまりにも道から離れすぎてると作れないみたいなんで道を延長しましょうね。そして命令を出すと。実はここ9マスにしてるのはちょっと意味がありまして、それは後ほど、ちょっと紹介しようかと思いますが、これが一番最高の効率になるわけですね。この9マスっていう真ん中開けてるのにはちょっと理由があります。さあ、そして国民が住みつけるように家を拡張していきましょう。でこちらにある石も、材料として使いたいのでそちらにも道を拡張していきましょう。ちなみにこの左下幸福度がありますけども、これが低くなればなるほど人が減っていきます。低くなる要因としては人が死ぬだとか、まあ、飢えるだとか住む場所がないだとかね、近くに騒音の出るものがオブジェクトがあるだとかそういうことによって減っていきます。お、今優先度が農家が優先になっちゃってますね。これをちょっと伐採を優先にしましょう。まだね、開拓していく必要があるので。お、家がいっぱいになりそうですね。順調です。なのでどんどん家を増やしていきましょう。
して3つの拡張も忘れずに。そして石を採掘したいときはこの産業から採掘場が選べますので、これを白くなってる石がねこれ対象なんだけども、ここに隣接する形でこれを設置することで、石を採掘するようになります。石を採掘できると頑丈なオブジェクトが作れるようになりまして、これがねまず序盤には必ず必要になってくるものじゃないかなと思います。はい、なので採掘はとにもかくにも優先度を上げてやりましょう。あ、ちょっと道の作り方失敗したかな、これ。はい、採掘場ができたんで、これを農家の上に配置します。そうすると石をどんどんね作ってくれるようになるんで、で備蓄場がね白になっちゃってると遠いので備蓄用のものを作ろうと思いますが、石が3つ必要なようですね。なんで石掘られましたね、3つ。あとは木が必要なので木ももっと切っていきましょう。いや今日もコーヒーがうまい。あまりまったりできるゲームじゃないんだけども、まあ、スピードをね緩めて眺めながらちょっとお話ししながら、やるのもいいかもしれないですね。まあ、とにかくクリアまではすごい広大な時間がかかるんでね。よし、木が十分溜まったので小さな備蓄庫を作っていきましょう。この採掘場の周りに作るのが効率的だと思います。この辺ですね。アドバイザーというのがいて、何か問題があるときなんかはここに表示してくれます。食料が減ってますと言ってますね。健康も問題ない。軍事はまだ敵が攻めてくる様子はありません。もっと人が増えないと農家に勤しむ人が、確保できないんで食料がどんどん減ってくるっていうことを危惧してますね。お、3人住み着いて家がマックスまで来ましたね。ということなので家を増築していきましょう。お、石が使えることになったことによってコテージが作れるようになりましたね。こちら、なんと12人収容できます。今までのが5人なので、2マス使ってコテージを作った方が効率はいいわけですね。なのでもちろんコテージを増築どんどんしていきます。よいしょ、間違えた。こんな感じで、でチラッと見えたかと思うんですけど、この井戸っていうのがですね、火事が起きた時に国民の人が、自動で火を消してくれる作用があるので、これは必須ですね。必ず置きましょう。
まあ、シムシティでいうとこの消防署みたいなもんですね。うん、石をちゃんと運んで作ってくれます。だから作るものが遠すぎても効率が悪いんですね、これは。はい、井戸はこの辺に置きましょうか。かな。で、ついでにもう一つぐらい。足りないか。さあ、このゲーム、木を必要としたときに自分でこうやってカット伐採を指示しないといけないのかというと、そういうわけではありません。木を勝手に生産してくれる産業もあります。それがこの林業ですね。林業家、この辺に作り、まあ、道から離れててもいいんでね、この辺に作ることによって勝手にこの辺に木を植えて、自分で植えて伐採もしてくれます。必要な人数は、3人ですね。3人いれば勝手に作ってくれます。木を作り伐採して木を増やしてくれます。よし、スピードアップ。ちなみに国民が嫌がる要素として騒音と言いましたけども、騒音はね、この採掘場だとか、あとは、まあ、産業のあらゆるものが騒音になりうる可能性を秘めているので、こっちか、まあ、家の近くには置かないのが鉄則ですね。農業は別に問題なかったかな、確か。よし、家が完成しそう。よしよし。で、林業を作り持っていますね。OK。家完成したので、これでどんどん人が増えてくるでしょう。では、その間に。あ、食料がなくなりましたね。まあ、作ってるから問題ないとは思うんだけども、食料の備蓄庫っていうのも実はありまして、これも作らないともう冬を越せなくなっちゃいますね。冬の間に食料がなくなっちゃうみたいなんでね、これは必須で必要です。で、果樹園、こちらも作っていきましょう。小さな村にレベルアップしました。